ようこそお越しくださいました。実は今あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？あ、もしかして魔人級の依頼ってやつか？冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。え？じゃあなんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた依頼を整理していた時にたまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。ふふん、もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか、じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？そもそもなんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼はビマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ？もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。うん、任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。よし、ビマラ村に着いたな。まずはいなくなった人のことを村人たちに聞いて回ろうぜ。最も困難な依頼を成し遂げるにはまず事細かに情報を集めるとこから始めないとな。いらっしゃい。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。ああ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない、知らない、知らない。そんなに答えたくないのかよ。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな、ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。
知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ、村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。わかったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ？ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いやそれはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても引っ越しなんて大掛かりなことを村の全員に隠し通せるわけがない。確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。おや、客人かい？こんにちは、アマディアじいちゃん。オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労さん。こんなところまで来てもらって申し訳ないの。どうかあの子を見つけてやってほしい。うん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないか。ああもちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で以前はよくあの子の声を耳にしておった。だがこうしてあの声が聞こえなくなると心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころかいつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えばあの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに。年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくての。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。
旅人、お前はどう思う？だな、オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし、住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか？ちょっと待ってくれ、おいらこんがらがってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人？あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん？もしかして依頼を受けて来てくれたの？おう、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった、まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。そのどうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな、お願い。おう、そう心配しないでくれ。ところでアトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。この木の下か？連れてきたかった場所って？うん、他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたので、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でもやっぱり当時は寂しくって。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらも。ね、みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。え、あなたもそう思う？ひそっか、ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは？覚えてることは何かないか？そうね、彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか、思いもよらない空想じみたことだったから。あ、そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで、結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。あ、こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。
こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ？どうしたんだ？あれ？あそこのヒルチャールたち、なんだか様子がおかしくないか？あ、アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか？気づかれたぞ。戦闘準備だ。ガンザンハチク。呪言チョック呪言。僕を称えよ。天道、ここにある。律令呪言。難攻不落。世界を熱狂の渦に。律令にまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。これくらいわけないぜ。そういえば確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。おー、まさか本当にアビス教団が関わってるのか。念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。待った、あれって大変じゃないか。ん？ああ、貴様たちか。お友達？私、先に村に入ってるね。村長たちの様子を確認してこないと。またね。うん、またな、アトさん。まったく。お前ってほんと神出鬼没だよな。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか。貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。お？ってことはアビス教団を追ってここに来たってことか。アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか。いずれにせよこの地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら何かしらの計画を進めているはずだ。つまりこの近くのヒルチャールに落ち着きがないのもアビス教団の仕業ってことか。いや、ことここに至ってヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろう。でもこの件がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残ってここを守った方がいいんじゃないか。無論村は守る。だがそれ以上に
アビス教団がここで何を企んでいるのか突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。元より貴様の質問から逃げるつもりはない。案ずるな、今回は時間がある。後でゆっくり話すとしよう。なるほどな、そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。うん、確かに気になるな。それにこれがただの失踪事件ではないというのには同意だ。裏でアビス教団が糸を引いているかどうかは今のところ不明だが、これ以外に得られたのはヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。やはりあまり収穫はないな。こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。確か罪人だったっけ。それって一体何者なんだ。ふん、旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。なるほど、貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない今、それも仕方のないことだろう。取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。奴の名は預言者ベズルフェルニル。口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あれは俺の兄だ。あいつがダインのお兄さんだって。罪人は合わせて5人いる。すなわちカーン・ルイヤの5大罪人だ。賢者フロプタチュール、預言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼スルトロッチ、そして月の狩人レリル。俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。今の名前いくつか聞いたことあるぞ。アルベドを創造したレインドットに、スカークの師匠スルトロッチ、そしてたった今知った、コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん、預言者ベズルフェルニル。そいつらは全員かつてカーン・ルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。各分野の同世代を束ねる存在だった。当時俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王を阻止するという計画があった。だがあの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの誘惑に負けると世界を滅ぼせるほどの力を分け合い、その手中に収めた。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。やがてカーン・ルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。俺は決してそれを許さない。ああ、このまま放っておけば奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。気にすることはない。言ったはずだ、貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見つかったか。ああ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。すでに運命の食器原初の計画が動き出してからかなりの日数が経っている。以前最古の幸運期の目を奪うことでその計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ。ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。
必要不可欠な幸運機の目を手に入れていないにもかかわらず、奴らは実験段階を飛ばして何かしらの方法で計画を進めている。何せその兆候がいくつも見られるからな。じゃあこれからどうするんだ？まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にもいくらか目処が立つ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく血脈と関係しているのだろう。血脈？前に旅人が見た血縁者の記憶も、あの一帯の血脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では血脈に問題が起こっているようだ。必ずな。あれ？だとするとオイラたちがビマラ村で探してる、まるで記憶の中にしか存在しない人も何か関係してるんじゃないか？その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種の契機になるかもしれん。またダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで、明日はもう少し遠くまで行ってみようぜ。昨日は考えることが多すぎたせいで頭がコラコラするぞ。ダインのやつ難しい話ばっかするんだもんな。とりあえずダインのところに行こうぜ。今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。あれ、ダイン？おーい、ダインってば。何ぼーっとしてんだよ。何かあったのか？貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？お？確か20代前半の男の人だったよな。一体どうしたんだよダイン。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。なんだって？ひょっとして昨日あいつのことを話したから夜に夢を見たとか？いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運機の目をそいつに渡していた。え？ってことはいなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか？もともとそいつのことなんか知らなくて。でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ？今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。奴らは依然として最古の幸運機の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも、目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。ふん、そう心配するのも無理からぬことだ。だが
アビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし、奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。二人も来てくれ。目を隠した場所に行くのか？ここに隠してあるのか？確かに人気が全くないし、気づかれにくい場所だな。早速確認しに行こうぜ。待て、旅人。急ごう、入るぞ。すべての不問を光が指し示すエリアまで回転させることで、ここの仕掛けを解けるはずだ。目指す終点はもうすぐだ。ここが一番奥みたいだな。気をつけろ、アビスの気配だ。うわぁ、本当にアビス教団の奴らが現れたぞ。よいよい。予想通り、偽りの記憶は罠だったか。
アビス教団は俺たちの後をつけていたようだ。これで奴に会う機会も。ダイン、急にどうしたんだ。感じなかったか、血脈の乱れだ。アビス教団め、また何か企んでいるらしい。お前って本当に感覚が鋭いよな。オイラ特に何も感じなかったぞ。貴様たち、今から俺の言う通りに動け。あそこの仕掛けを使ってここから離れろ。今アビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば例の失踪者を見つけられるかもしれん。二手に分かれると考えればいい。やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。あなたは自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない。末光の剣、ダインスレイブ。一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか。十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことでしょう。なら私一人であなたに立ち向かった方がいいから。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は私を倒せたらにしよう。どう？アビス教団が動いてる上に血脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんでまたおとなしくなってるんだ。新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。あ、聞こえたか？今の声って一体。優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか。なんだかよくわからないぞ。とりあえず他のところも見てみようぜ。ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。
僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ愛に尽くす。悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。そして最後に彼はささやく。眠ろう父よ、心安らかに眠るんだ愛する人たち。再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。アマディアじいちゃん、なんともなかったか？この近くでアビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？あ、そういった話は聞かんが。まあ何にせよ気にかけてくれてありがとう。少なくともわしの感覚じゃ今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだけどさ、あれから失踪者に関する手がかりは見つかったか？失踪者？誰のことじゃ？誰かいなくなったのか？え？お前たちがずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。わざわざスメールの冒険者協会に行って依頼を出しただろ？その人探しの依頼を受けてなかったらオイラたちもビマラ村には来てなかったんだけど。すまんの。だがそう慌てんでくれ。単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。少なくとも今のところお前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ。どういうことだ？わかったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、今日になっていきなり忘れるなんてありえないだろう。お前はどう思う？あ、まさかビマラ村のみんなが失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。そうだな、こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。別の人にも話を聞いてみようぜ。失踪者？誰のことだ？やっぱりこうなるのか。お前が褒めてた青年のことだぞ。よく話し相手になってくれたって教えてくれただろ。20代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるかなんとなく分かってきたぞ。え、本当か？思い出してくれたんだな。私が今の若者をそう高く評価することはめったにない。そこまで褒めたということは彼しかいないだろう、間違いない。だがなぜ失踪したと？彼ならさっき他の人と一緒に村を出ていくのを見たぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。
おかしいな。バハラームはまだ失踪した人のことを覚えてたぞ。しかもさっき見かけたって。あ、もしかして記憶に問題があるんじゃなくて、失踪前までオイラたちがタイムスリップしたって可能性はないか？記憶の中にしか存在しない人、俺たちは今誰かの記憶の中にいるんじゃ。オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そうだぞ、なんでオイラ血脈の乱れのことが頭から抜けてたんだ。お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに、オイラたちも今誰かの記憶の中にいるってことか。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。だって記憶の中なんだから。ああそうだな、記憶の中にしか存在しない人、やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。でもさっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。どこを探せばいいんだ。血脈の乱れがいつまで続くかわからないし、間に合わない可能性もあるぞ。そもそもここが誰の記憶の中かってことも分かってないし。おう、今んとこそれが一番効率のいいやり方だもんな。この前オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。それは、そう、それだ。その能力をもとに考えていけば、例の失踪者に近づく手がかりを見つけられるんじゃないか。例えばその能力の欠点とか。みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラ村、あるいはその近隣のものだ。そこから先に行けるかどうかは今のところ不明。いや違う、今把握している情報の中にこれを証明できる証拠はない。実際に経験した記憶と埋め込まれた記憶ではどうしても差が生じるはずだ。後者には何かしら時間に関する制限が出てくるかもしれない。記憶の中で時間が流れたら、元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。違和感に気づかれる可能性も一気に高くなるはずだ。なるほど、通りで空の色がずっと変わらないわけだ。ここは時間が流れてなかったんだな。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。おい、記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったら、すぐ違和感に気づくだろうな。例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。なんで自分は同じ時間に2つの物事を同時にやってるんだろうって。その違和感をなくすために、ある時間帯を丸々埋め込むんじゃなく、ある時点だけを記憶に埋め込んでるんだ。ダインが少し前に記憶を埋め込まれてたけど、もしかするとダインに、いや違う、もう少し考えよう。空の色は彼女が言ってた時間と一致してる。
えばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。うん、間違いない。ここはアトッサの記憶だ。だな、アトッサとあいつはきっと一緒にあの木の下にいるはずだ。ジェイットおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずについ言ってしまうだけなの。だからわざと子供たちを怖がらせてるわけじゃないみたい。あ、そういえばいつも私ばっかり喋ってるよね。あなたのことも教えてほしいな。何か話したいこととかない？もし何も思いつかないなら、その私のことをどう思ってるか教えてほしいな。君は芯が強くて、それでいてすごく繊細な子だと思うよ。これから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。僕のことなんかすぐに忘れるくらいね。あれ？あそこにいるのってあなたのお友達？そっか、記憶の中のアトッサはまだオイラたちのことを知らないんだよな。うん、友達だよ。きっと僕を探すためにかなり苦労したんじゃないかな。だからごめん、アトッサ。さっきの続きはまた未来で話そう。まずは友達をもてなさないと。未来か。うん、いいよ。じゃあ私先にビマラ村に戻ってるね。またゆっくり話そう。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になる。君はカリベルト・アルベリヒだね。え、僕のことを知ってるの？驚いた。君とは初対面のはずなのに。あ、そっか、記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通してあの頃の僕に会ったことがあるんだ。ここはアトッサの記憶で、もともとは彼女にお別れを告げに来たんだけど。場所を変えよっか。さよならの挨拶は、メッセージをいくつか残すとしよう。僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕が現実世界に存在してないことは君たちも
もう知ってるでしょ。大丈夫。お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから。ずっとこういう風に君と話したかったんだ。やっとその願いが叶ったよ。極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と悔恨、そして常識では測れないアビスの力。父さんはかつて言った。これら全てを揃えた時、僕は運命の食器になれるって。でも実際僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。運命の食器はただ僕を利用して組み上げられただけなんだから。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は死んだんだ。今君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された一つの意識に過ぎない。運命の食器は血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そう、本物の血脈を紡ぐことさえできるようになるんだ。そして運命の食器が完成し、血脈さえも紡げるようになった時、記憶に影響を与えるような初歩的な能力は消え、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。うん、運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのはある種の埋め合わせといったところかな。だってこれのために命を捧げたんだからね。ああ、それについては僕のわがままでみんなに記憶を入れてしまったんだ。君にもビマラ村のみんなにも迷惑をかけてしまったね。ごめん。僕はただ僕という人間が存在してたことをみんなに知ってほしかったんだよ。まるでこの世界を生きていたかのようにね。君が今考えてることは大体わかるよ。僕が無意味なことをやってるって思ったんでしょ。でも僕は本当に悔しかったんだ。もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。それをどうしても知りたかった。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ。災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に暮らす、その時僕はどうしてるんだろうって、それが気になって自分の人生を歩んでみたくなったんだ。だから自分勝手なことをしてしまった。たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形になるものだったとしても、見苦しいよね。僕はもうとっくに死んでるっていうのに。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。
うん、知ってるよ。でも僕にはどうしようもできない。もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。魔光の剣、ダインスレーブ様のこと？ああ、そっちはもう終わったはずだよ。行く必要はないと思う。うん、だって僕はもともと記憶の中にしかいられない存在だからね。こうして君と意識空間で対等に話せてるということは、つまり運命の食器がもう完成したってことだ。ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手にとって偽の隠し場所に誘い込み、再び姫様に会うことだったんだろう。そして幸運期の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に目の安全も確保できる。うん、とても周到な計画だね。そう、それは彼が渡したと思ったからだ。君たちが偽の隠し場所に入る前だよ。待て、旅人。どうしたの？急ごう、入るぞ。あの瞬間僕はダインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからダインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。ごめん、どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためにはあの目が必要だった。別に隠すつもりはないけど、実は僕も姫様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで元の地脈に取って代わることもできなければ、それを伸ばすこともできない。殿下が考える計画の前では僕はあまりにも小さい存在だ。その全貌を覗くことなんてできない。でも少なくとも僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。うん、覚えてるかな、僕の父さん、コロタール・アルベリヒのこと。記憶の中であの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。あの瞬間、言い表せないほどの恐怖と焦燥感がこの胸に湧いたんだ。そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだってね。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、全てのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。
僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。うん。僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。この目的があったからこそ、ここまで持ちこたえられたんだ。こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう休まなきゃね。最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで、主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら私だってお兄ちゃんを抱きしめてた。少しお話ししよっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないもんね。お兄ちゃんもそう思うでしょ。さっきの戦い本当に大変だったんだ。あ、ラインとの戦闘のことね。まさか私に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の私でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらね。そうだね、運命の食器。実はその機能を完全に生かす方法は今も見つけられてないの。でもまだ時間はある。天理が目覚めるまでね。500年前にカーンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分のカムクラを壊したのをお兄ちゃんも見たでしょ。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の私たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今私たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったでしょ。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った。もちろんこれはほんの一例に過ぎない。私が天理に抱いてる感情は
言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お兄ちゃん、この世界じゃそういう風に俺を呼ぶのは蛍だけだよ。本当は蛍に聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないんだ。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてる？ずっと昔、私たちが一緒に他の星々を旅してた時、お兄ちゃんはこう言った。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってたの。これってただの偶然だと思う？それって私だってずっと思ってたんだよ、お兄ちゃん。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないの。ましてやお兄ちゃんのこととなるとなおさらね。空間が一体何が？主がいなくなったからもうここ維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないの。カリベルキが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。全てあるべきじゃなかった。私たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く出てくれなかったの？話を聞いてきたんだけど、どうやらオイラたち昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから村まで運んでくれたんだってさ。あ、それとさっきダインが来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど、お前の無事を確認した後何か考え込みながらここを離れてたぜ。大丈夫かなあいつ。あれ、そういえば記憶の中でオイラたち誰かに会ってた気が。確かカリベルトって呼んでたよな。そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか。その後どうなったんだっけ。全然思い出せないぞ。え、本当か？それってすごく重要な情報だろ。で、その後は他にも何かあったのか。おい、ここにいたのか。よく眠れたか。バハラーム？外から戻ってきたみたいだけど、なんかいいことでもあったのか。そんな嬉しそうな顔しちゃって。いいこと？あー、まあいいとも悪いとも言えるな。昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。君たち冒険者に丸投げするのも良くないってことでね。それで失踪者を探していたところ、急に
思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例の失踪した若者を見たって言うんだ。そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族揃って満面の笑みでな。その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが、この先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。そうすれば私たちも安心だ。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつの様子も確認しといた方がいいんじゃないか。もし思い出せてなかったらオイラたちが教えてやろうぜ。村にはあいつの姿がないみたいだし、きっとまたあの木の下に行ってるんだと思うぞ。行ってみようぜ。お父さん、何ぼーっとしてるんだ。あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね、途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。あの人はいきなり現れて、そして突然いなくなった。もしカリベルトさんがこれまでの思い出を拒むのなら、なんとか忘れられるよう頑張ってみるよ。心の奥深くに根付いた拠り所だったとしても、時間が経てばいつか立つことができるはず。はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ。じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの。別に慰めなくていいよ、大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイトおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後何があったんだ。写真か？誰からもらったんだ？見せてくれ。